アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。ファイト、マサミ VS ファイヤー原田。さあ、全日本キック対 J ネットワークのランカー対決、赤コーナーでいつも通り構えるのがファイヤー原田。 J ネットワークライト級4位、対する青いグローブがマサミです。さあ、 K1 ルールはご覧のようになっています。肘は禁止、3ノックダウンシステム、ボディ打ちを繰り返していくファイヤー原田。解説はおなじみ小林聡さんです。フックが当たる、ロックからファイヤーがダウンを奪いましたね。奪いましたね。そしてこの表情です。もう一度試合開始当初と同じような構えです。そうです、ファイヤー選手の方がなんかやっぱ迫力を感じますよ ね、 そうすね、勝負に対するその、いや、もう全てを飲み込んでやろうという気概がこのパンチに現れます。小林さんもほとんど蹴りがない。両方の拳を突き上げて喜ぶファイヤー。まさには早くも2度目のダウン。もう一度ダウンを奪えばダッシュ、そうですね、ファイヤーの勝利だ。どうだ、そこまでもう一直線か。まさみなんとか抗おうとする。右のストレート、ボディ打ち、ボディ打ち、必要に左潜るようにして放っていきますね。す、突き上げていく、右のアッパーもあります。ロープを背にするまさみ、崩れ落ちました。勝者ファイヤー原田、1ラウンド決着です。ついにファイヤー選手の KO 勝ちが見れましたね、はい、そうですね。